皆さんこんにちは、はるひはなです。今日はメイク動画したいと思います。普段私がどういうメイクしてるのかっていうのと、どういうスキンケア商品を使ってるのかっていうのを動画にできたらなと思います。それでは動画いってみよう。それでは早速やっていきたいと思うんですけども、ちょっと私今日午前中撮影で今メイクしちゃってるんですよ。だからね、何からしようかな。手にちょっと書いていこうかな。じゃあまず保湿、私がよく使ってる保湿剤はここら辺かな。ここです、この3つ。まずこれがアロエなんですけど、韓国のあのやつで、これがなんかアロエエキスが入ってるやつで、肌に塗るとサラッサラになるので、テクスチャーもすごい気持ちよくて、日焼けするじゃん。日焼けしてさ、結局軽度のやけどだから、そういう時に塗るとすごく気持ちがいいの。こういう、本当に見える、こういう感じで塗るの。あ、ちょっと垂れすぎちゃった。ちょっと見える、塗ると本当にね、スーって肌に入っていく感じで気持ちいいんだよね。日焼けする時ってさ、肌赤くなったりするじゃん。それをなんかこれでちょっと抑えると、すごく赤みもだいぶ引きが早くなるし、あとはあの普通に痛みもない、気持ちいい感じになります。これは私大体夏の時に使ってました。あの日焼けしたなとか、今日ちょっと肌ピリピリするなって時とかにはこれを使います。次、これが、これもね、韓国系のものです。CNPP ブースターっていうもので、これでもよく見るんじゃないですかね。最近電車の広告とかでよくあるのを私は見るんですけど、これも化粧水、張りが欲しい時とかはこれを塗ります。だから結構肌に合わない人は合わないかもしれない。あのすごい強いです。肌荒れしちゃう人もいると思う。もともと韓国の製品だから、まあちょっと強いよね。私はすごく好きなんですよ。無香料かな。これはラッシュのトナーウォーター。ラッシュってさ、ほら生もの使ってるじゃないですか。だから保存料一切入ってないんだよね、これ。で、これは本当にミストタイプだから、顔にいつもパパパパパパってお風呂上がりとか、朝起きた顔洗った後とかにわーってかけて、ちょっとパン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 ってやってから、あの下地塗ったりします。これが体ね。で、特にやけどしちゃったりとか、日焼けしたなとか、ピリピリするなって時は大体これで、こっちはちょっと強めだから、なんて言うんだろう、肌今日ちょっとなんかたるんでるなとか、弱いなとか、あとなんだろう、美肌効果が欲しい時とかはこれでパキッてしたり、で、なんだろう、敏感だな今日とか、肌荒れちょっとひどいなって時は大体これ。保湿とか下地の前のベースは大体この3つ。そしたら次は下地、メイク下地。普段私が使ってるのはこっちの下地、コーセーさんのエスプリークエッセンスグロープライマーさん、プライマーさん、あの SPF20 が入ってるから、私 UV も基本的に一緒に使えるやつで1本でおすすめからね、これ使ってます。これ塗れば、だから日焼け止め塗らなくていい。これが普段の下地で、撮影とか舞台とかがあるときは圧倒的にこれ。もうね、これね、もう激推しさせてほしいぐらい好き。これもファンデーションではあるんですけど、これはね、カバー力がえぐい。こういう感じになってて、ここちょっと鏡だからあれなんだけど、こうなってて、これで今ポンポンってやったんだけど、いくよ、見ててね。あ、これ分かりやすいんじゃない、これ今伝わってるかな、分かるかな。ここを境目に、こっち塗ってるところ塗ってないところなんだけど、こんだけカバー力が違います。これね、腕だからこうなんだけど、肌でやると全然違うんだよ。これは私あれなんですよ、映画の撮影でメイクさんに最初私メイクしてもらった時にこれ使ってらっしゃってて、カバー力がえぐすぎて、ちょっとこれ欲しいですって言って、教えてもらったやつ。続いてがもうメイクの大本命と言ってても過言ではない、アイシャドウです。私のメイクのベースってアイシャドウで全部決まるんですよ。メイク時間本当に多分誰よりも早くて、私よりも早いって見たことないんだけど、ゆっくりメイクして15分で終わる。まず下地としてのアイシャドウを使ってるのがこのマックプロフェイスパレットってやつで、で、必ずブラシを使います。なんか最近若い子ってさ、指でやったりとかするって言うんだけど、絶対ブラシ使った方がいい。こういう感じ。私が今使ってるのがこれと、
これとこれを使います。はい、わかるかな。これ今目つぶった状態、わかる、伝わる。なるほど、目つぶってるねこれ。はい、でここがアイホール、ここにまずこのちょっとラメな透明な肌色っぽい透明なやつをアイホールで塗ります。はい、塗りましたね。はい、塗ったら次、続いて使うのがこのキツネちゃんです。これ弟くんが誕生日プレゼントにくれたの。へえ、マジで天使かと思った弟くん。でこれのいつもこの茶色とあとその右下にある茶色、濃い茶色をいつも使います。陰影にはね。でまずは明るい方の茶色、さっきのを、さっき私これぐらいの筆でやったんだけど、さっきはこれは全体に塗るやつね。で次影つけたいときはこれぐらいの、ちょっとボリュームが少ない筆で、薄めの茶色の方は全体的にこれも塗ります。だからさっき塗った白に重ねる感じ塗ります。そうすると茶色になるでしょ、うん、で次濃い方はちょっとだけでいい、ちょっと本当にちょっとちょっとやって、でなんていうの、ここはどこだ、目の際にこう塗る。でここちょっと今さ色めっちゃ違うじゃん、うんうん、これを若干こうやってぼかしつつ、あのアイシャドウって結局グラデーションだから、うんうん、こういう感じ。はい、で今茶色が入りましたね。じゃあこっからもうね、あとは遊びです。色を入れたいと思います。服のお洋服の色とか、あとは季節だったりとか、あとは役によってアイシャドウの色を変えていくんですけど、基本的にベースはこれから色を入れていく感じ。私が最近入れてるのはオレンジと赤、やっぱ季節的にオレンジと赤が可愛いからここら辺を入れます。これほんと捨て色ないんだよね。で最近使うのはこれで、次は私はこういう、なんていうの、先っぽがちょっと細いやつを使って、こっちが目頭でこっちが目尻だとしたら、目尻の方にちょっと入れる。入れてみたんだけど、わかる、わかるわかる。で今さ、これこの状態じゃん、この状態じゃん、うん、でこれから目を開けると違和感がないの。あー本当だ、ほらちょっとさ目閉じてると濃いかなって思うじゃん、うん、でも開けるとそんなに、私の目の形が開けたらちょっとまぶたが重なる目してるから、これぐらい濃くても全然大丈夫で、下向いた時がすごく綺麗なんだよね、うん、でまっすぐ前向いた時にちょうどちょっとここに赤入ってるかなぐらいなの、うん、で大体いつもこんな感じで赤を入れます。ちょっとラメ入れたいなって時に赤のラメを本当にちょっと、あまり入れすぎると濃くなっちゃうから、ここにちょこって入れる感じ、うん、だから上を赤にして下を白にしてちょっと目を囲んでる感じかな、うん、さあ女の子大事なやつ、ちょっと肌色っぽいピンクっぽいやつ、うん、これを本当に本当に少量つけて涙袋を描きます。なんかちょっとなんて言うんだろう、普通はこれだとしたらちょっとこうやって涙袋出すようにして、この下にスッて描く、でスッて描きながらちょっとぼかす、こんな感じ。違うの分かりますか？ちょっと本当にちょっと取って、涙袋の一番黒目の下のところに入れる、黒目の部分ぐらいかなに入れる。そうするとじゃん、涙袋が出来上がります。で今完成した目がこんな感じです。続いてアイライン、上が黒いアイラインで下がちょっとピンクっぽくなるアイライン、こ
これはピンクになるからアイラインが柔らかい印象をつけたい時とか、あとはほんわかした役の時とか、あとはねあのすっぴん風メイクの時だから浴室のシーンだったりとか、あとは寝起きのシーンだったりとか、そういうシーンの時に私はこれを使います。これ使うと違和感なくアイライン引けるから。で今使ってるのはこちら、もう使いすぎてこっちもハゲてきちゃってるんだけど、ケイトのアイライン。よし、で私が使ってるアイラインは全部リキッドタイプです。ペンシルタイプは使わない。でさっき完成したやつに、わかる？ここに黒いのが入ったんだけど、でも私がいつも引くのもこれぐらいの長さです。本当に外側の黒い目から目尻にかけてぐらい、本当にちょっと3分の1も描かないかな、本当にちょっとちょこんって入れるぐらいだけしか描かないです。そうすると遠くから見た時にがっつりアイライン引いてる子みたいに見えないんですよ。なるほど。そうだからこっちの方がナチュラルで好きです。 D アップさんの、D アップさんのパーフェクトエクステーションマスカラフォーカール BRSB っていうね。で私上のまつげはそんなに大丈夫なんですけど、下のまつげがちょっとあの薄いなって思うんで、これをよく下まつげだけに使ってます。なんか色だけじゃなくて追加で毛も入ってるから、これをつけることによってボリュームがアップします。これをギザギザでキュッて、ギザギザでシュッてってやるとめちゃめちゃ目力が強くなります。そうで、こういう感じでつけます。で、こっちで、こっちの目完成です。これで私のいつもの目。はい、あとはフェイスを完成させていこうと思うんですけれども、チーク、これも韓国コスメ、ブラシ、ブラシはまあ何でもいいんですけど、チーク用のブラシでくるくるってやって、で、さーって私は全体的にこめかみ、頬の山からこめかみにかけてこう塗ります。ラスト、さっきちょっと涙袋入れるときに使ったセザンヌのハイライトを入れます。私ハイライトはもうブラシ、これについてるブラシで入れちゃうんだけど、いつも入れる場所は今チークここにこう入れたじゃん、で涙袋ここにあるじゃん、その間のここを狙う、シュッてこういう感じで、あとは鼻にシュッて入れる、もう今の一瞬でいい。あんまり入れすぎるとノーズシャドウが強すぎちゃうから。ってやると今ちょっと分かるかな、光の加減でキラキラここに入ってるんだよね。だから顔の表情がすごく綺麗に見える。ラスト、リップ。私マスク生活がねあれだから、リップ本当に落ちない、なるべく落ちないやつを使ってるんですけれども、2種類大体使ってます。1個目がロム&ディジュイフルウォーターティント、ティントですね、こちら。もう一つがこれです、レブロンカラーステイマットライトクレヨンリップカラー008番、これとティントを使ってます。でリップをするときに私いつも必ずよく見るメンソーレータムのね、この女の子のやつよく見るでしょ。これ何の種類でもいい、別にリップ何でもいい。これをまず塗ってから、まずクレヨンの方、こっちをなんかね、唇の中心っていうの、もう中の中、ここに塗る。で上となじませる。で今結構色の違いが分かるの、外側と内側で結構色が違うの分かるかな、うん。でこのグラデーションを生かしたいから、最後ラストティントでここの境目をめがけて塗る。はい、こんな感じです。結構赤い、でもこれがなんかやっぱり私の中でトレンドマークだから、赤いリップが、赤いリップをしてると落ち着きます。はい、ということでここまで完成しました。15分でできるようになったのがいつなの？え、もうだってずっとやってるから、メイクは回数重ねるごとに上達していく。てかね、もともとそんなにバッチリこんなに濃くする、しっかりするメイクって撮影の時ぐらいだし、しかも
舞台メイクっぽい感じだから今日やってるのは、うん、結構がっつりやるときで、普段は、今の中の工程の 2,3 個を取ったりとかしてる。へえ、うん。で、私はほぼほぼもらいいただき物のコスメで私の顔が完成しているので、コスメを送っていただけたらそれを使います。だから、もしはなちゃんにこれ使ってほしいなとか、このコスメ使ってとかあったら、こちらまで、こちらまで。これね、チャンネルイブっていうところにお世話になってるんですけど、そちらの事務所の住所になってます。こちらにプレゼントとかね、ファンレターとかね、送っていいよっていう許可が降りたので、私今フリーだから、どこに置こうかなって考えてたら、ここでいいよって言ってくれたので、ここまで、ここまで送ってください。待ってます。はい、というわけで今日はメイクを見ていただいたんですけれども、お時間の関係でお洋服ができなかった。どうしよう、来年ゆっくりお洋服について、そっか、年明けにじゃあそれをぜひ話してください。そうね、なんか福袋とかも買ってさ、なんかできたらいいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。山本さんゲーム、いただきます。はい、ご飯はこちらに決めました。ちょっと散策しながら気になったお店に入りつつ、皆様にお届けできたらなと思ってます。